本日はディップスマシンのご紹介ですね。これ角度的にいいですね。一人で撮ってるからですね。前傾するというのは一つのコツなんですね。胸に効かせるためにはですね。それで、肘を伸ばしきったところであんまり効かないから曲げてるときですね。これを支えるために、やっぱ大胸筋とか三頭筋とか使いますからね。この状態ですね。どこに効いてるかを意識すればですね、伸ばしたところではちょっと逃げるんですね、これね。少し前傾して胸に乗せるって感じでやってますけどね。まあ、三頭筋に効かせるか胸に効かせるかって、今回は胸を意識してるんですけどね。まあ、止めてるだけでもきついからですね。とにかく、スローリフト、止めるってことが大事だからですね。まあ、大事っていうか一つのやり方ですからね。誤字路を持とうと思ったら速度を使わないと上がらないですね。加速度を使った方が上がりやすいからですね。まあ、その辺を利用すれば誤字路上がりやすくなりますから。で、ちょっとフォームを変えてですね、まあ、腕立て伏せみたいな感じで、まあ、これは私だけがやるんですけどもね、まあ、こっちの方が力入るっていうか、体重を乗せれるからですね、これ角度的にまた変わるからですね、まあ、これあんまやる人いないですね。っていうか、このマシンは本当好きな人とあんまりやらない人に分かれるからですね。まあ、でも私は大好きで、まあ、メンバーさんも好きな方いらっしゃってですね、まあ、商業用の施設だったら、まあ、いろんなマシンを置いとくべきですからですね、これは非常にいいですね。まあ、全くこのマシンの良さが理解できない人もいるっていうか、まあ、ダンベルが好きっていう人もいますからね。それはそれでいいんですけどもね。とにかく、トレーニングっていうのは人それぞれのやり方がありますからですね。別に重量を持つのもいいし、軽いので効かせるのもいいしって感じですけども、結局筋肉を動かそうとしないと、もう本当危険ですからね。関節に乗ってしまいますから、怪我をするようなトレーニングをされてる方は、時々言うことがありますよね。最近そんな方も少ないんですけどもね。まあ、筋肉に効いた意識っていうのはやっぱなかなか難しいからですね。まあ、筋肉に効かせようと思わない限り絶対効かないから、そういう意味では効かせるトレーニングっていうのもいいかもしれませんよね。まあ、重量をできるだけ持ちたいっていうのも、それはまあ別のトレーニングとしてはあるからですね。まあ、そういうトレーニングされている方もいらっしゃいますからですね。まあ、このディップスマシンもですね、どこに効いてるかっていうのを意識するとまた楽しくなりますね。角度がですね、他のマシンとは違うからですね。まあ、どのマシンがいいんですかとかも聞かれるんですけど、それぞれいいマシンがありますか、いいところがありますからね。例えばフリーウェイトがいいですか、マシンがいいですかとかいうのを真顔で説明してる人もいますけども、まあ、どっちもいいですからですね。それは高重量がいいか、効かせるのがいいかっていうのは一緒ですからね。比べるものではないんですよね。それは本当、子供にパパとママはどっちが好きかって聞くようなもんですよね。大人の人は、まあ、パパとママの役割は違うから、まあ、好きかどうか決めれません。って言うけど、まあ3歳児とか5歳児はそれがわからないですよね。迷う姿が可愛いって言うんですけどね。まあ、合理的な考え方っていうのは条件によって変わるからですね。どっちがいいかっていうのはですね。筋トレもその人の条件によってやり方っていうのは変わってくるから、これしかないっていう人の意見は、ああそうですかって聞き流すぐらいがいいと思いますけどもですね。まあ、いろんな方のトレーニングを参考にして、まあ、最近ネットでいろんなのがあるからですね。本当、まあ、重量を持つだけが絶対ですみたいな感じで、持たなきゃ男じゃないみたいな感じのは、ちょっとこう、眉唾っていうか、まあ、その人には合わないかもしれませんからですね。自分に合ったトレーニングを探していくっていう意味ではですね、いろんな人の意見を参考にしてですね、まあ、自分なりに楽しんでいければいいですよね。まあ、ディップスマシンも販売しておりますんで、興味がある方はご連絡ください。とても面白いマシンでございます。